listening to Shibuya Cross FM. します曲は里見しのぶさんの新曲あやめ川、お聴きください。時刻は午後4時を過ぎました。里見しのぶのエンパラダッシュ、パーソナリティの里見しのぶです。本日の渋谷はなんか今にも雨が降ってきそうな、曇り空、ちょっとでもね涼しいかな、とてもあの秋らしい感じですかね。もう半袖は寒いけど半袖着てる方もいらっしゃいますね。今日も、50分間どうぞお楽しみください。里見しのぶのエンパラダッシュ、この番組は毎回素敵なゲストをお迎えして、和気あいあいと楽しいトークで最新のニュースや流行っていることなどを紹介していきます。そして動物愛護ラブワンコーナーでは、動物虐待殺処分ゼロ活動を広めていきたいと思います。さらに生放送の番組を生かして、リスナーの皆様にもメールやコメントでご参加ください。 E メールアドレスは info@shibuyacrossfm.jp、 ファックスは東京 03-6416-9528。 お便りお待ちしております。里見しのぶのエンパラダッシュ、この番組はお客様に安全で安心な美味しい商品を提供し続ける里の雪、美を追求するメディカルサロンアクア、以上各社の提供でお送りいたします。それでは今日も1曲目は里見しのぶの新曲で、あやめ川、どうぞお聴きください。次にお届けします曲は里見しのぶさんの新曲あやめ川、お聴きください。本日のゲスト、みちのく兄弟さんです。
イ拍手こんにちは、素晴らしい。いやー、さすが響いた生の音はいいですね。ありがとうございます。いやー、びっくりしました。これが津軽三味線太棹です、ね。ちょびっとだけ昔私ね、なんか最近聞きました。いや、素晴らしいね、やっぱりね、プロは違いますね。太棹ですか、細棹、多分ね、習ったのは細棹かな。指が小さいから細棹かな。細棹ですね、これは太棹ですね、はい、太い、結構重いんですよ。 でもこれかも。ああ、そう、じゃあやっぱりつがりじゃん。やっぱ本物って重たいですね。私のもっと軽かったです。これだいたい中棹かもしれない。だいたい200万ぐらいします。うわー、すごい。中棹かもしれないね、うん、細いですかもね、うん、細棹、中棹、太棹ってあるからね。あ、そうなんですか、うん、この鉢で45万ぐらいしますから結構高いです、はい、こっちは水牛の巣のね、これ別行と象牙ですね。だからこれ上と下が別行別行になってるんです。すみません、笑うとこですよね。いやいや、いいんです。無視してください。それでは、はい、一徳兄弟さん、どうも。はい、はじめまして。いや、こちらこそお世話になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。渋谷生まれて初めて来ました。そんなことないと思いますが。岩手からはるばる。今年でデビュー30周年ということをお伺いしたんですが、はいはい、ね、平成元年デビューですね、はい、私ともだから同じだったと思ってびっくりした。あ、いやいやいや、ね、我々はでもその時は名前が戦国っていう名前だったんです。おー、あの吉幾三さんから津軽という曲をいただいて、ここにバンダナして網のタイツ履いて、街角テレビってあったんですね。三味線持って、うん、そこでよく、あ、そうなんですか、うん、それがデビューですね、それでそのデビュー曲はちなみに何ていう曲？津軽という歌です。あ、津軽、東の日の流れるって書いて津軽、はい、でその曲でデビューされて、道の福兄弟っていう名前になったのは3年後ですね。その後もうじゃあ結構前なんですね、うん、はい、そうですね、もう30年前ですか、はい、うん、で、あのご兄弟かなと思って私入ってる、うん、ね、顔が全然違いますよね、お顔が。よく言われます、顔似てない。似てないでしょ。似てないです、うん、あの似てないわけなんです。私が親父になるんですよ。あ、で、お母さんに。私隣の親父に。これ営業ネタ。やばいやばい。そんなことないか。私もね、あの、兄と私と妹がいるんですけど、3兄弟ですね、3人とも全然違う顔してるっていう。そうですよね、言われるんですよ。里見さんはどこなの、生まれ。私は生まれは違います。え、あの兵庫県は宝塚で生まれまして。なんで品があるの。いや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 、本当に。そして尼崎というところで育ったんですけど、尼崎協定。そうね、よくご存知で。なんで協定なんだ。よくご存知、阪神の方でね。大好きなの、はい。私の母が徳之島なんですね。あ、徳之島。そうなんですよ。で、父が淡路島で、いいとこだよね、徳之島も、はい、で、ご出身が我々は岩手県の大槌町ですね。おー、うん、岩手県7年、8年になりますか、もう震災でね、で我々のとこは実家も三陸ですから流されました。流されて大変な、あららら、うん、あ、そうだったんです ね、 大槌、大槌ってとこでの、あの民宿の上にあって船が乗ってる絵見ながら、ニュースで何度も流れました、ね、あ、はい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 、はい、あったでしょ、あそこです。我々、あ、そうなんですか、はい、でこれが蓬莱島というね、これ氷炭島の元になった島です。え、そうなんですか。そうなんですよ、これ今我々の、そこに井上久志さんが住んでて、釜石、パンフレットに載ってるのは、でそれを見てひょっくり氷炭島作った、うん、そうなんですか、うん、正式は蓬莱島と島、はい、宝の違う、来る方ってこう、うん、この中国のサイツみたいな字のクルツ、クルツですね、うん、宝がすごく縁起のいい、そう言われればそれが似てますね、うん、で今の若い人はひょっこりひょうたんじまってわかんないですよ、ね、分かんですね、分かるってやっぱ私年だな。いや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 、白学だから、はい、でそれを新沼謙治さんが、我がふるさと大津町を忍んで、はい、ふるさとに一回帰ってもまた元気出そうって言うんで、その帰郷という曲を書いてくれたんですよ、30周年記念。よく帰郷って言うと花のね、帰郷のように間違えますけど、これは帰るふるさとですよね。これでふるさとって読む人もいるけどね、はい、そうですよね、うん、はい、ちなみにあの何年生まれとかお聞きしてもいいんですか。もう私は29年、昭和、うん、68歳、
どちらがお兄さん？私です。あ、そうですか、すいません。まだ64歳、うん、何年生まれなんですか？24年。24年と29年。あ、結構でも離れてるんですね。離れてる、5歳、うん、5歳っても母が5歳じゃないよ。何言ってんだよ。笑うとこですよね。私もうゲラだから大丈夫。うちは4人兄弟なんですよ。はい、さとみさんとか3人、うちは4人兄弟、長女がいて、はい、長男がいて、次男と、あ、下が男性ばっかり、うん、バッチリね。へえ、うん、で、なぜこの下をお二人でデビューしようと思ったんですか？やっぱ歌が好きだったんですね。家族が全部好きなんだけど、うん、あ、やっぱ歌手になる人ってそうですよね。もう袋も親父もみんなお祭り一家でね。うん、で、長女の方と長男の方は、うん、やっぱり家を継がなきゃないっていうので。なるほど、ね、まだ田舎ですから、まだ大槌にいます、うん、あ、そうですか。で、ほら、旅次男坊旅ガラスが東京出てきて、それを追って後から弟が入って、うん、はい、あ、そうなんですか。船乗ってましたから、タンカーに船乗りどういう船に？外国航路ってのはでっかい材木積んだり小麦を積んだり、そういう、もう一回出ちゃうと2ヶ月3ヶ月帰ってこない、はいはいはい、全国を回って航海をして、各港に女がいたみたいな。いやいや、そんな何言ってんですか。借金がありね。何言ってんですか。だからそれでもう後悔してやめたんです。後悔だけに、後悔だけにって。そう、分かってくれればいいです。これはそのお仕事は何年ぐらいされてたの？1年。1年、うん、でもやっぱり10代の時ですか？そうです、そうです。水産学校ってすぐ、ね、やっぱ歌が好きだったんですよ。うちの兄貴を追って東京へ。昔って、はい、その情報ってなかったじゃないですか。だから ね、本当にメジャーデビューするって大変でしたものね。なんか今の人は本当恵まれてるなと思うんですけどね。うちの兄は歌手を目指して集団就職で、歌手を目指して集団就職、15歳で出てきて、はい、で大田区の蒲田の広和メッキ工場で働いて、夜定時制高校行って、はい、で日曜日には海洋学校行って。どこの海洋学校？多摩地の。あら、私今田町なんです。田町なんです。嘘、本当。もうダメ。近いね。騙されたから随分。騙す学校だった。そのなんか海洋学園の。昔はそう、そうですよね。すごい騙された。騙されたそうです。歌手にしてやるからお金を。随分騙されたね。私は中学の時にね、その平尾正明先生の大阪校っていうところにいたんですけど、でもやっぱ間違いないですか。でも大変でしたよね。授業料高くてね。まだ中学生だから、本当ね、自分で払うわけじゃなし、親にね、お願いして。そう、じゃあもうちっちゃい頃から歌手志望やっぱり。もうね、小さい時から周りのね、大人がうまいうまいって言うじゃない、みんな ね、 やっぱりね。で、子供だから勘違いするんですよね、うん、もう、あ、大人になったら歌手しかないと、うんでずっと夢を追い続けたんですけど、ね。歌手でもタレントでもいいしね、うん、あ、そうですか。女優さんでもいい。いや、ありがとうございます。何にも出ないですけど、シダックスのマスク本当似てる。え、そうですか、うん、初めて言われましたけど、ね、いや、最初名刺もらってびっくりしました、うん、あ、いいキャラクター作ってるなと思って。これはここの社長さんのね、多分渋谷クロス FM のキャラクター。多分さとみさんを頭に描いて作るんだ。いやいやいや、私が似てきたのかもしれないですね。そうずっと来てるからね、はい、いや、本当、はい、そんなわけで、ね、今、はい、ご紹介させていただきました、帰郷、30周年記念曲。この歌は新沼謙治さんがね、我々のために、ね、新沼謙治さんって曲作られるんですね、はい、作られるこの頃作れるんですよね。大ヒットしたこれ、ふるさとの風は今も変わらず、それもそうなんですね、はい、大ヒットしましたね、はい、それでは聴いていただきましょう。道の空兄弟、30周年記念曲帰郷、聴いてください。谷間をくぐり抜け北へと向かう関東平野走り抜けてく山彦模様山は白雪かぶり心寒寒冬景色俺の帰りを待つ
のに先大土の町へ乗り継げば聞こえてくるよ。いつか忘れた国の訛がなぜか好みに染みて、君と歩いたキリキリの白い泣き砂寄せて帰らぬ片寄せ波波高いが波がさらった思い出を今も抱きしめる山は白雪かぶり心寒々冬景色俺の帰りを待つ蓬莱島よカモメ飛ぶ北の岬大土の町へ聞いていただきました。ありがとうございます。もう演歌ではなくね、そうですね、ちょっと歌謡的な歌謡曲、頭がなんかクラシックで、ね、入ってました、はい、おしゃれな感じで、はい、とても新沼謙治さんが毎回ふるさとへ帰るとき、うん、はい、そういう思いを詩にしておいて我々のために大槌へ作ってくれました、はい、ちなみに新沼謙治さんのご出身は大船渡、同じ、うん、岩手県、岩手県なんですか、岩手県の、そうです、大船渡があって、陸前高田、千正夫さんとか、はいはい、で釜石があって、で、大土、おお、なんかビッグな、ね、先輩方がたくさんいらっしゃってね、うん、すごいですね、大さん、桃子ちゃんもそうだしね、大船渡、歌いやすいね、曲、そうですね、本当にね、いいメロディー、ぜひ皆さんに歌っていただいて、カラオケも、もう第一交渉さんも、ジョイサウンドさんも、全部入ってます、それでこの歌を出す、出さないの時、うん、はい、偶然にこの大津町から、道の駅兄弟さん、PR 大使になってくださいっていう話を、偶然だったんです。で一緒に9月に我々 PR 大使、皆さん大槌へ来てください。もう PR 大使もそういう運命だったんですね。面白いですよね。3月にやっと7年ぶりで電車も走る、来年のね、三陸鉄道、はい、山田線なんだけどね。え、電車なかったんですか。いや、そこだけ流されて、流されて、あ、線路が全部流されて、そうやっと7年ぶりで、うん、はい、それも時間かかりましたね。ね、まだまだですよ。1年と半年だもんね。もう3月だからね。結構もう何回もあの帰られてます。もうしょっちゅう行ってます。慰問に何度も行ってます。ね、はい、素晴らしい。1400人投げられたの、うちの大槌。そうなんですか。17メートル津波。だからうちらの我々の実家 もう全部見る限りです。17メートルって言ったらすごいですよ。ビルで言うと何階ぐらいですかね。8階ぐらいじゃないですか。え、そんなに、うん、7、8階の7、8階まで行ってます。うわ、もうちょっとなんか今ゾーッとしましたけどね、考えただけで。だから波がさらった思い出を今も抱きしめる、うんうん、素晴らしい。でもこういう曲、うん、曲もそれを新沼謙治さんいい詩なんですよね、うん、また新沼さんすごい、なんかね、そういう思いが入ってると歌ってて泣けてきませんか、はい、もうだからもう辛くなっちゃうですよね。
忘れても。だから大槌を離れてこっちにいる人が泣くんですよ、これ。そうですよね、歌うと思いがね。ぜひ聴いてる方は来年の夏でもうちの大槌町、キリキリ海岸綺麗ですので、ホテルとかそういうのもねオープンしてますんで。もうしましたか、はい、ぜひいらしてください。はい、よろしくお願いいたします。大槌はこっちで出せないでしょ。出しません。何なんだ、出すかと思うじゃないですか。そしてちょっと話戻りますけど、その、はい、ね、船を乗られてて、でなんか歌謡教室行ってて騙されて、はいはいはい、でそのデビューするまではどういう感じだったんですか。うちの兄はそれから民謡入っちゃった。民謡の方、それから歌謡曲じゃなくて民謡の方に行ったんです。金沢明子ちゃんと同期。あ、そうなんですか、うん、それでこうして三味線とか民謡とか、うん、原田直之っていう。大人になってから民謡入って始めたんですか。三味線も17歳。三味線もそう。三味線も17歳で内弟子に入って。誰の内弟子？原田直之という民謡の大家です。里見さん知らないだろうね。知らないな、うん、もう民謡では大もう大変 なんですか。その時に金沢あっこちゃん、伊藤滝雄君って、滝雄バンドってやってる、サンバガラスって言われて、NHK でよく俺原田直若ってもらって、そしてやったのね。そしてで39歳の時に弟がもうずっとその前から来て、うん、やっぱりデビューはいつなんですか。だから39年。あ、9歳の時。あ、もう39年だから。その三味線をやってて、うん、その17歳の時にやってて、私の弟子に入って、あのラジオとかテレビ出たデビューは、うん、だから18歳。 NHK。 あ、そっかそっか、うん、民謡だよ、それは。はいはいはい、はい、うん、三橋さんのお囃子したり。あ、うん、そうなんですね。民謡で歌謡曲で2人でやったのは、はい、それから何年かして、ええ、何年後ですかね。何年後だろうな、あれ今から。あ、でも30周年だから、まあその前からもやってるんです。その前から。そっか、だキリキリって出たでしょ、はいはい、白い泣きすら、はい、でキリキリ兄弟ってやってた。そうなんです。で NHK オーディションはピンクレディーさんとか一緒でさ、ね、お互いに頑張ろうねってやったら、ピンクレディーが売れちゃっていなくなっちゃったけど。え、じゃあその時ってでもビクターですよね、ピンクレディー。うん、我々は定地区でしたからね。定地区ですよね。じゃあもう本当大先輩ですね。結構だから名前も我々書いてるんです。定築レコード出世王って言われました。全然出世してない。で東芝に行ってでしょ。あ、どうですか、名前変えたら本当に良くなります。いや、いや、ま、私ずっとデビューの時から、うん、私本名なんですけど、うん、字を変えたんですね、うんうんうん、自覚が良くないって言われてまして。我々もそうなんです。でビクター の本部長さんが、うん、あの里に見る、見るは美しいで最初ね、うん、で忍は漢字の忍だったんですよ、はいはいはい、それこれは自覚、これは美空ひばりさんと同じ自覚だと、うん、で、うん、やったけど、うん、なんかどうもあんまり良くなくて、うん、この忍っていうのがダメなのよ。そうなんですよ、対忍ってそうなんですよ、ダメなの。そうなんですよ、うん、だから変えればよかったんですけど、うん、もうでもみんながもう、あの、そうですよ、ビクターのイベントで日本中回っても忍ちゃんで名前が通ってたので、うん、でね、変えないんですよ。変えるとね、誰だか分からなくなるって言われて、うん、あ、それで星をつけたんですね。そう、それで最近なんです。この星がいいですよね。最近この星をつけて、まあ、少しずつ良くなってきたかなって。我々も道の句の能を、はい、漢字ののなんですよ、はいはい、だから字数なんですよ。字数なんですよね、はい、ひらがなで道の兄弟ちょうど20画なの、はい、だからゼロってのはいくら頑張っても報われないって。そう、それで21にしたわけ。乃木坂のので、あ、ね、このの一画だから、はいはいはい、乃木坂のので2画、2画ですよね。21はいいんですね。21は最高。私ね22なんですよ、里見忍って。22ってのはもう良くないんですよね。最悪。うん、あれ 星が入ったら、そう、星入って23角なんです。23はいいんです。いいんですよね、うん、そうなんですよ。23、24でやっぱこういうのってあるんですかね。あるある、絶対ある。ありますよね、絶対ある。12ダメ、22ダメ。我々がね、もう何年前、もうだからデビュー、平成元年デビューしてもう7、8年経ってから、はい、新潟じゃない、山形の方で、あのさつきさん、さつきみどりさんと仕事あったんですよ、はい、昼夜2回つ、あ、うん、3回つ、ショー、はい、そこでやって終わってから打ち上げして、はい、あなた方歌はいいけど道の兄弟って名前が良くないと、ええ、で私がつけてやるって言って、あれから20年。一度も名前道のグッズとね、名前がよく東北だけになっちゃうから、もっと大きな名前がいいっつんだけど、うん、でも分かりやすいですよね、うん、もうでしょ、一回聞いたら覚えますよ ね。最初は戦国だから、戦う国、それは吉さんがね、吉さんがつけてくれた、はい、だから3回も4回も変わった。
あ、さとみちゃんそれで星つけてるのか。そう、星なんですよ。いや、あれはでもいいですよね。そうですか。あのなんか演歌歌手でそういうのつけてるの誰もいないので。あのメリージェンのあの人、篠田明さん。そうなんです、ね、そうなんです。篠田明さんも。で、あのこのね、さとみしのぶでこう星が入って、例えばあの、うん、テレビ局とか、うん、あの他の曲だと、あのさとみさんとしのぶさんって二人いらっしゃるんですか。あ、なるほど。上がさとみって名前みたいなんで。ちょっとそれでちょっと面倒くさい時もあるんです。純とねねさんみたいな、ね、そうですそうですそうですあるんですけど、もうちょっとこのお名前で私もちょっと頑張って。大竹しのぶさんもいるから、まあ、そうなんですよね。全然聞いてないただね、その隠す、はい、やる、あゆき絶対スターになるよ、星がついてるもん。そうそうそう、流れ星にならないよね。まあ、すいません、座布団一枚。まあ、ね、大丈夫よ、頑張ろう、輝くから絶対と思ってます、うん、はい、はい、それではここからですね、はい、お仕事の告知などございましたら、はい、ガンガンと宣伝していただきたいと思います。28日今月は、銀座、はい、岩手物産展で、はい、銀座プラザ、銀河プラザっていう、岩手銀河プラザ、銀河、はい、銀河プラザ、銀河プラザ、岩手物産展、岩手物産展、歌舞伎座の目の前にありますから、はい、そこで新沼謙治さんと一日店長をやります。あ、店長さんやるんですね。歌も歌いますので、ミニライブもあります。おー、ぜひ見に来てください、はい、もう一回日にちを、28日、10月の28日日曜日、お時間は何時からですか。4時から、夕方4時から何時まででしょうか。1時間ぐらいかな。あ、そうですか、はい、日曜日ですね、はい、その前からうろうろしてますので、はい、ぜひ物産を、ね、買いにいらしてください。12月3日は、はい、恒例の道の兄弟ディナーショー。あ、ディナーショー、はい、素晴らしい。これは池袋メトロポリタン、池袋メトロポリタン、ぜひ。何曜日でしょうか。新沼謙治さんとか月曜日、月曜日、松原信枝さんとか、はい、中畑清志応援団長、おたくさん来ます。いろんな方が、ね、すごい、遊びに来てください。はい、ちなみにお値段はディナーショーの2万円です。2万円の、お時間は何時からでしょう。6時からディナーで、7時半からショータイム。はい、あのチケットはもう大丈夫、もう完売、もうたっぷりあります。これからこれからやってます。それ、あのどこにあのチケット欲しい方は、うちの事務所に電話してもらう。事務所電話番号、じゃあ東京03-3559-1490です。もう一回いきましょうか。鳥取バゾン学事務所、もう一回東京03-3559-1490、津軽三味線もたっぷりやります。ぜひいらしてください。はい、はい、よろしくお願いいたします。それではね、まだまだもうちょっとお時間ありますが、はい、あの告知とかまだ言い至らなかったこととかはございませんか。もうないですね。もう今日はさとみさんと一緒になれて、で、岩手の田舎もんがこういう渋谷のシダックスさんど真ん中でね、しかも本当に、我々の芸能、アルバムの1ページにドンと飾らせていただきます。ありがとうございます。本当に嬉しい。じゃあこの次かけさせていただく、はい、シャンシャン踊りなんですが、はい、これは我々兄弟で作りました。あ、そうなんですか、はい、うちの兄が作詞しまして、うん、私が曲をつけました。あ、これは本名なんですか。そうです、前川博史、前川清志が兄貴です。嘘嘘です。あの方は九州ですよね。清志さん聞いてる。はい、シャンシャン踊り、作詞前川広志って読むんですね、はい、作曲前川ひとし、あ、これ、はい、ひとし君、ダウンタウンのひとし君と同じ時代、あ、ね、これ東京オリンピックに向けて皆さんに踊っていただきたい。東京オリンピックに向けて作った曲ですか、これじゃあ歌いながら踊っちゃうわけ。そうですね、ステージあるではね、ステージでは振り付けもついてますんで、いい簡単な歌ですんで、CD、あの覚えます。あれにも入ってますんで、ぜひ。あ、カラオケ入ってますか。はい、カラオケ入ってます。ジョイさんとダム、はい、どっちも入ってます、はい、じゃあそれではカップリングシャンシャン踊り聴いてください。私といつまでも
夏は浴衣で打ち上げ花火、日本全国盆踊り、私といつまでも秋はお見えじに黄金の花が日本全国色づくし、はあ今日は笑顔で手を取り合って踊る輪の中花が咲く、シャンシャンシャシャンと手拍子を、あなたと私といつまでも。冬は真っ白くお白いかぶり、日本全国雪景色、あなたと私といつまでも。はい、ここからは、毎度おなじみの里の雪さんのスポンサーさんコーナーで、今日も塩谷さんにおいで、お越しくださいました。噛んじゃった。よろしくお願いします。今日は何を宣伝していただきましょうか。はいはい、今日はですね、先週はお休みだったんで、先々週にですね、はい、私どもの商品で、はい、もうすでに切れている豆腐っていうのをご案内させていただきまして、覚えてらっしゃるか分かんないんですけど、前回はですね、切れてるって怒ってるわけじゃないよね。はい、切れてるわけじゃないですよ。切れてるやつ、ね、ちょっとだけ違うんですけど、はいはい、前回はですね、ヒア6という商品で、うん、6個に切れてる商品だったんですよね。で、ヒア6っていうのは冷ややっこで食べてもらう用の6個に切ったお豆腐なんです。食べやすくね。はい、で今回ちょっとご紹介させていただくのは鍋8という商品で、こちらになるんですけれども、はい、商品的にはですね、波型に切れてますんで、包丁いらずでそのままお鍋に使えますよということで、前回6だったんですけど今回8っていうことで、8個に切れてる豆腐です。でこれなんで6個と8個かっていうと、お鍋するときに1人がだいたい1個取って食べる大きさに合わせてすると、だいたいこれを8個に切ればちょうどいいんじゃないかなと。で、お鍋とかだとちょっとちっちゃめなんですけど、冷ややっこだとやっぱしっかり食べたいと思いますんで、で6個っていう形にしてまして、で、これはお豆腐の種類でいうと絹ごし豆腐になるんですけれども、絹ごし豆腐っていうのは鍋とかに入れてもそのタレを吸い込んだりはしないんですよね。で食感が柔らかくて美味しいっていうだけなんですけれども、これは波型に切ってますから、それで波型に切ってそうなんです。そしたらタレをよくこう絡んでくれるっていうことで、タレ絡みをラーメンのチリチリ麺みたいなですね。そうです、そうです、その感じですね。はい、そういうことで今回こう切ってるという、またご家庭でね、なかなかこう波型にお豆腐切れないと思いますんでね。ですから見事に、そうなんです。でこういうことで、これからちょっと鍋のシーズン入ってまいりますんでね、最高ですね。
ぜひ食べていただけたらということで、あと、まあ、私どものお豆腐は、まあ、大豆と水とですね、凝固剤は塩化マグネシウム、にがりを使っておりますので、はい、にがりのお豆腐をなかなか食べるとですね、うん、温めてやるとちょっと食感が柔らかくなるんですよね、うん、ですからにがりのお豆腐で鍋していただくと非常に美味しいですので、はい、これから鍋のシーズン、ようやく季節が来ておりますので、うん、鍋鉢、ぜひよろしくお願いします。お豆腐ってにがりはみんなに入ってるんじゃないんですか。入ってないのもあるんですか。凝固剤、ちょっと、別な専門的なお話になりますけども、うん、お豆腐を固める凝固剤と呼ばれるものは、まあ、皆さんにがりって聞いたことあると思うんですけど、うん、それは、まあ、塩化マグネシウムっていうのが主成分になってますんで、うん、それ以外にいろいろ硫酸カルシウムとかですね、うん、まあ、最近は少ないですけど、まあ、グルコノデルタラクトン、グルコンと呼ばれるものとか、いろんな凝固剤ってあるんですよね。でその凝固剤によっていろいろ特徴があって、まあ例えば有名なところとかよく使われている硫酸カルシウムっていうのは非常に、まあ、お豆腐は作りやすいんですけども、うん、その代わりちょっと味が淡白になっちゃうとか、でにがりでやるとすごい大豆の甘みをしっかり引き出してくれるとか、うんうん、ただにがりでお豆腐作るって非常に難しいんで、昔は大量生産できないっていう、はい、うん、まあ、こと、そうなんですよ。豆乳ににがりを入れるともうすぐ固まっちゃうんで、なかなかその大量生産には向かない凝固剤だったのを、まあ、硫酸カルシウムとかだと凝固スピードが非常にゆっくりなので、うん、まあ、豆腐が作りやすいということで、昔は結構市販でよく、まあ、町のお豆腐屋さんはね、にがり使われてますけれども、なかなかこういう量販商品でにがりって難しかったんですけども、まあ、最近技術は進んでましてね、私どもはもう創業当初からにがりだけでやっておりますんで、はい、ぜひ添加物が一切入ってないという、ね、それでまたまあ、ここの表示のところにね、皆さん凝固剤って書いてるんで、塩化マグネシウム、にがりって書いてるものをね、はい、まあ、見ていただいたりとかすると、またお店でお豆腐選びするときのね、まあ、一つの目安なのかな、まあ、これ硫酸カルシウムが良くて、にがりが悪いとか、その言い悪いの話じゃなくてね、うん、お豆腐の凝固剤っていうのはいろんなのがあるんだよということで、お話はさせていただいてるんですけども、うん、私は、まあ、たまたまにがりだけでやってるという、少しちょっと真面目なお豆腐の話を真面目なお豆腐ちょっとさせていただきましたので、まあ、参考にしていただけたらと思います。佐藤のゆきさんの真面目なお豆腐、はい、真面目なお豆腐ありがとうございます。で最近ね、はい、塩谷さんすっごいラジオに慣れてきたじゃないですか。慣れてないですよ、もう全然ですよ。いや噂によると、はい、噂によると、はい、上司からのちょっとお話聞いたんですけど、はい、ラジオ慣れてきたんでテレビに出させてくれとか言ってるそうじゃないですか。いやいや、そんなん僕はそういう噂を聞きましたけど、全然ですよ、もう頑張ちょっとラジオで頑張ってくださいね。いやいや、もういや今聞いてても声の滑らかさが、そうでしょ、なんか豆腐を食べた後のすごい滑らかで、僕褒められたらすぐ調子に乗る。いやいやいや、アナウンサーでもなんか、うん、いいね。オフじゃない、最初は手が震えるくらい緊張してたんですけど、最近もう慣れちゃってスラスラ言って、人間は慣れるからね。いやいや、そうなんです。いや、初心忘れずに、はい、ラジオでテレビなんて言わないで、ラジオで頑張ってください。そうなんです、全然です。やっぱラジオです。そうですね、豆腐頑張ってラジオ、豆腐の季節ですよ皆さん、はい、よろしくお願いします。鍋八すゑひろがり、なんかイベントがあるそうで。そうですね、ちょうど今週のですね、土日、20日21日になるんですけれども、はい、津田塾大学のですね、小平キャンパスっていうところで、学園祭があるんですけども、はい、そこに私ども里の駅としてですね、はい、ちょっと出展させていただきまして、はい、まあ、我々の商品プレゼントしたりですね、まあ、簡単なアンケート答えていただいたりとか、はい、やっておりますんで、アクセスがですね、小平キャンパスというところで、高野台っていう駅から徒歩8分ぐらいのところにございますので、はい、もしこの土日にね、お時間ある方、津田塾大学の方の小平キャンパスの方の学園祭で里の駅のブースございますので、もしお時間あったらお立ち寄りいただけたらと思います。次の土日ですか。この土日、次の、そうですね、何月何日、10月の20日21、20日21の土日ですね。土日ですね、はい、20日21の土日、時間は何時からですか。時間は10時から、朝の10時からやってて、4時ぐらいまでだったと思うんですけれども、はい、夕方、結構長い時間やってるんですね。そうですね、学園祭なんで2日間やってずっと。じゃあ里崎さん、そこの時間います、はい、で僕2日ともいらっしゃるんで、いますんで、はい、ね、塩谷さん見たい方どうぞ、うん、皆さん、はい、よろしくお願い、名札書いて何割か安くなります。これ試食とかできるんですか。試食はやってないんですけども、うん、まあ、ちょっと私どもの商品ちょっとお配りしたりとか、うん、ちょっとプレゼント企画とか、いろいろアンケート答えていただいたりとかやっておりますんで、お近くの方はぜひお越しください。なんかでも豆腐って毎日食べても飽きないですよね、うん、そうですね、やっぱり健康食品、日本の和食では豆腐は畑の肉です。よろしくお願いします。ありがとうございます。豆だからね。はい、それでは
ですね、久々に動物愛護ラブワンコーナーを少し、ね、5分ほどさせていただこうかなと思います。ありがとうございます。音響効果っていうんです、ね、もうなんか今日噛んでますが、ですね、動物愛護ラブワンコーナーをすることになったのはですね、私が動物っていうか犬を個人的に飼うようになりまして、今13歳なんですけど、すごく元気で、いい、もうおじいちゃんなんだけど、13歳も、でもピンピンしてて、可愛いんですけどね、チワワで、ワンしか言わないんですけど、種類は何でしょうか。チワワ、チワワです。あ、チワワ今言いました。今言ったこんにちは、こんにちはこんにちは、はい。で、動物を飼うようになって、今インターネットがすごく流行ってるので、いろんなことがこう調べられるじゃないですか、で、ネットサーフィンとかしてると動物の虐待がものすごく世界中でもひどいんですよね。で、それでもうなんかできないかなと思って、その私のこのラジオでね、少しでもそういう虐待がゼロになればいいなと思って今やってるんですが、動物を飼ったことありますか？あります。何を飼ってらっしゃるんですか？昔カラス、そうだろ、っていうか飼ってたつよりね、迷子になった子供から餌あげて、赤ちゃん、イワシを食わして毎日。今飼ってるのは猫です。はい、待って、そのカラス、なんか話聞きたいんですけど、カラスは慣れます、なんかね、テレビでもやってたんで、すごい慣れます、すごい頭いいんですよね。頭いいです、カラスは。慣れないんじゃないの。いやいや、すごい頭いいんですよ、どっかに落ちてた、捨てられてたんですか。そのちっちゃいやつを、子供の小ガラスってことでしょ。小ガラスを買って拾ってきて、あれまだ飛べないやつよ。で、イワシを食べさせて、で、大きくして、あ、返したんですか？うん、飛ばした。返してそういうのって大丈夫なんですかね？あ、全然、全然大丈夫。生きていけるんですかね？生きていけるでしょ、この東京と違うから大丈夫。たまに帰ってきたりはしないですか？あ、しないですお父さんみたいな、しないな。そこまでほら長くないからね。そう、どれくらい飼ってたんですか？半年か、半年か、何名前ついてましたか？いや、つけてないです。名前つけちゃうと思うね、話すカラスカラス、いやでも可愛いよ。ねえ、何でもあると可愛いですよね。可愛い。で、今は猫ちゃん可愛い。今猫ちゃんね、黒猫。黒が好きなんですね。いやいや、そうだね、カラス。黒猫が来るとほら、なんか幸せが来るって言うじゃん。ですよね。本当だ。黒猫はどうされたんですか？それはもらったの。森林公園の農家の方から。あららら。で、こんなちっちゃいのが今こんななってる。へぇ。で、ロッキーと言います。ロッキー、何歳くらいですか？まだ来て、まだ来て3年、4年か。でもまあ、もうだからさすがに東松山の田園で生まれた子だから、うちにいない。外ばっかりでやる。外に行っちゃうのね。スズメ取ってきた。怖い。すごいよ。取ってきて食べてるんですか？いやいや、見せるの。で、褒めてやるとそういうのしなくなんだって。褒めるとなんで取ってきたんだってやると、また取ってくるんだ。猫は。そうなんですか。だから、ああ、いやいや、分かった分かったって褒めてやると、大体半殺しで持ってくるのよ。生きてるやつを。なんか嫌だね、それ。だから、かわいそう。だから、じゃれてるんだけどね。あ、じゃれてるんで、遊んでるんですか？じゃれて遊んでる。で、セミは取ってくるわ。それで褒めてあげると取ってこなくなったんですか？そうすると悪いことしなくなる。って言われてる。前ね、そのテレビでその動物のそういう番組でやってたんですけど、その野良猫をこう、もう瀕死の状態で、で、飼ってちゃんと病院に連れて治してあげたんですって。そしたら毎朝、その野良猫だったね、野良猫だから、鳥とかその動物をそう半殺しの状態で家に持ってきて、そのベッドの上に置いてるんですね、毎日なんですって。で、もう本当にね、もう困ったなと思って、どうしようかっていう時に、その動物の気持ちが分かる、なんか霊能師みたいな方いらっしゃるじゃないですか、ね、で、その人を番組で呼んで、なんでこの子は、猫は、そういう生き物をいじめというか、なんでもうちに持ってくるんだって、で、聞いたら、その霊能者を通して聞いたら、その猫ちゃんがね、僕を育ててくれて、死にかけてたのを育ててくれて、恩返しがしたいと。でね、猫にしたらその生き物を取ってきて宝物なんですよ。自分にとっては宝物だから、その飼い主さんも喜んでくれると思って毎日取ってくるんだけど、でも毎日取ってきても嫌な顔すると、飼い主さんが。
だから何を取ってきていいか分かんないから、いろんな生き物を取ってくる。ネズミだったり鳥だったり、でそれが分かって、でその飼い主さんと、あの霊能者さんとして、うんうんうん、もう大丈夫だからって気持ちは伝わってるから、うんうん、もう取ってこなくっていいよって言ったら、でそれから取ってこなくなった。もういるだけで幸せだからって言ったら、で猫が納得、すごいですね。納得したらしい。俺で聞いた時は、構ってあげないとそうして悪するんだって。どっちなんでしょうね、うん、だから猫か可愛がりっていう、うん、だから可愛がってあげるとそういうことしなくなる。まあそれも、そういうのもあった。取ってきて可愛がってるってことは、多分もうそれで喜んでると思って、もう猫は、うんうん、あ、もういいんだって思うんじゃないですか、ね、見せたいみたいなね、そういうの、うん、ましてそういうとこの野生児からもらった猫だから、なおさらだよね。私も昔は猫苦手だったんですけど、うん、今はやっぱね、そのうちわを飼うようになって、うんうん、本当にあの小さな命だけどちゃんと気持ちが分かってるじゃないですか。犬なんか特にそうですよ。そうです、もう全部、渋谷、中堅、八高、世界で言葉全部分かってるんですよね。散歩行っても、もうじゃあ今日はちょっと時間ないから帰ろうって言ったら、うんうん、パッてくるって向いて帰る方向に歩いていくし、本当にね、もう一言一言全部分かってる。それをね、虐待する、ねね、飼い主さんもいるってことは、そうなんですよ。そういうね、自分が寂しいとか、そういうもので多分飼うんですよね、うん、で可愛い、小さい時はやっぱね、可愛いじゃないですか、うん、だけど大きくなって自分たちが面倒見きれなくなったりとか、しつけができないって、うん、はい、しつけできないのも飼い主さんが悪いんですけどね、うん、ちゃんとしつけできないっていう。で、山に捨てに行ったり、動物愛護センターに持って行ったり、もう全部あの動物、全部そうだね。あ、亀なんかもそうだし、うん、ちっちゃいのは可愛いけどね、大きくなっても手余しちゃって捨てちゃうわけでしょ。そう、この間ね、うん、私のマンションのそばに、うん、あのちっちゃい公園みたいなのがあって、うんうん、そこに夜ね、散歩行ってたら、カエルが捨ててありました。こんなでっかいカエル、うん、あれ、捨てないとカエルなんていないですよね、どう考えても。飼ってたやつ、飼い主さんが捨てたですよね、うん、ひどいなと思って。でもそのまま置いてたら、なんか犬とか猫とか鳥とかカラスとかね、ハトとかいるので、夜中もうお尻ちょんとんって触って、あっち行きなって、こんな真ん中にいたら絶対食われちゃうからって、お尻トン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 押して隅の方の草むらの方に避けたんですけど、カエルでもひどいですよね。その時は可愛がって飼うんだけど、そう大きくなったりなんかすると、人間もそうじゃないね、そうだね、それ人間の方が本当にひどいですよね。だってあのよくテレビでやるじゃん、うん、ペンギンでもさ、崖、うんうん、から落っこってね、あの荒波、餌取って、うん、また上がって自分の子供に、うん、そう、それを人間が子供をさせてた、捨てちゃうんですもんね、殺しちゃったりとかね。弟さんは動物飼われたり。私は中学生の頃はあの鳩を飼ってました。え、なんかお二人とも鳥が好きなんですね。うちの田舎の方では借金取りに追われてるからね。流行ってたんですよ、鳩が、うん、まあ、あの新沼健二さんもね、鳩を好きですよね、大好きな。なんか、あの戻ってくる、電車バット、ね、そう、電車バット、新沼健二さんは影響じゃないですよね。いや、その前新沼健二さんを知る前からですけど、はい、健ちゃんは鳩を辞めたんで、一旦、あ、辞めたんですか。鳩小屋まだあんのに、だっていっぱ い自宅にはあるんですよ、まだあるよ、鳩小屋、で、千葉の友達に全部あげたんです、ええ、そしたらそこ全部帰ってきたそうで。ハトはね、帰ってきますね。もうそうなったらもうね、愛おしいですよね。自分の両親がハト、ここ笑うところ笑うところ豆腐をよろしくお願いします。そうなんですか。ハトもね、やっぱハトでもね、そういう気持ちがあるということで、はい、本当に動物愛護ラブワンコーナー、ね、皆さんもどうぞよろしくお願いします。活動を広げてください。それでは今日は短い時間でしたが、本当にありがとうございました。またどうぞぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いいたします。豆腐を食べましょう。ありがとうございます。里見しのぶのエンパラダッシュ、お別れの時間が近づいてきました。この番組はお客様に安全で安心な美味しい商品を提供し続ける里の雪、美を追求するメディカルサロンアクア、以上各社の提供でお送りいたしました。それでは最後に里見しのぶの曲で青の青をお聴きください。それではまた来週月曜午後4時まで、さようなら。おからで腸活、せっかるに簡単、食物繊維。
いつもの料理に混ぜるだけ。体嬉しいおからパウダー。